パークへ遊びに来る学生さんが増える時期です。これほど混雑する理由は、2月1日から1週間くらいの期間、入試で学校が休みになります。毎年のように2月上旬は混雑しています。そして卒業シーズン、思い出作りに2月後半からは大学生が春休み期間に入る時期です。2月から学生さんの利用者数が増加しますよね。春一番の問題はカチューシャ、ファンキャップです。カチューシャ、ファンキャップが不足するのですが、今年は何か違います。お菓子がパークからなくなったように、入園者数とグッズ供給のバランスが崩れています。そこで問題になっているのがカチューシャとファンキャップです。例年カチューシャとファンキャップはそこまで不足しなかったのですが、不景気で転売ヤーがめちゃくちゃ増加して、カチューシャとファンキャップを買い占めて学生を餌食としているのです。ある転売ヤーはファンキャップで30万儲けましたと、初心者転売ヤーを募集、稼げる技教えますって、なんと10万で会員になりませんかという怪しいサイトがあるんですよ。ディズニー転売ヤーの技って何？あれれ、これ詐欺だよね。転売ヤーの初心者に転売方法を教えます。会員10万で儲かる方法って、本当に世の中おかしな感じですね。しかしこれだけではありません。フリマではある問題が勃発しています。カチューシャやファンキャップを1日使ってフリマで売る、これはどうなんだろう。2度ほどしか使用しておりませんので、特に目立つ汚れなどは見られませんが、中古品ですので神経質な方はお控えください。私が想像するに、これを販売している人はハゲオヤジかもしれません。つまり42歳ハゲオヤジが1日中パークの中でつけていた頭皮成分しっかり配合の使用済み品かもしれません。あくまで想像しているだけです。広瀬スーツが浜辺美奈美が使っていたかもしれません。いや、42歳ハゲオヤジの可能性は高い。ここからは42歳ハゲオヤジの転売ヤーがフリマに出品しているという想像力でコメントを見ていきましょう。ミニーちゃんのファンキャップです。一度使用した後暗所保管していたため備品です。ハゲオヤジが一度使用、パークで遊んだ際に一日使用しただけで綺麗な状態です。ハゲオヤジが一日使用しただけ、3年ほど前に上海ディズニーランドで購入しました。3回ほど使用後自宅保管してました。ハゲオヤジが3回使用。使用する機会がないため出品します。とても可愛く、またあったかく着用できます。ハゲオヤジのぬくもりが、30日にディズニーシーで夕方頃購入後、娘が短時間の使用です。ハゲオヤジが短時間使用済み、すぐに売り切れてました。ディズニーランドでも置いてなかったのでレアかと思います。ハゲオヤジが使用済みでレアだって。ということで、会ったこともない知らない人からフリマで購入するとは想像の右斜め上を行く買い物ですよ。気をつけてくださいね。42歳ハゲオヤジが一日中パークの中でつけていた頭皮成分しっかり配合の使用済み品かもしれません。ここからはディズニーストア最新情報です。ハートフルバレンタインクイズ。最後に可愛いシールがもらえました。こんなのも見つけちゃった。看板だけ欲しいですね。
シェフミッキーです。オチアーノに来ました。オチアーノに来ました。Mm-hmm.